ゴーマ説。それは不死の魔人あらゆる種族を解きに、それは以前のゴーマ説から。本格的に降ってきたな。フィン、そろそろ村へ戻るぞ。エルラン、あの茂みの中、ビリドラだ。風上な上、この雨でこちらに気づいていない。エルラン、ここは俺に任せてくれ。仕方ねえな、やるからには仕損じるなよ。俺たちの勝利だ。そいつら順調に成長して進化すれば、かなり頼れる相棒になりそうだ。ああ、当初の目標はこれで達成だ。協力感謝するよ。ほとんどお前のおかげだろ。まっ、モンスターの鳴き声、人の駆け足の音もする。まさか人。おい、やめとけ。探索の終盤で準備も心、ただでさえ最近のモンスターは妙に凶暴なんだ。ダメだ、父さんだったらきっと。いや、絶対に逃げない。いや、気のせいか。俺はずらかるぜ。こっちか。私が守らなくちゃ。
普段はおとなしいサンドタートルがなぜ。助かりました。二人とも無事みたいでよかった。俺はフィン。私はリゼ。こっちは弟のティオ。助けてくれて。リゼットにティオか。それにしてもろくな装備もなしに何だってこんなところに。私たちこの北のウエスカテはモンスターの大群に襲われた。逃げ切れたのは私たち二人だけ。え？モンスターたちが村を。まがまがしい正気をまとった女の魔族に率いられて。ここも安全じゃない。俺の村に来て。リュドミラ隊長、掃討作戦が完了しました。うん。村人の避難状況は滞りなく、重軽傷者とも現在東村に。これほどの被害が出たというのに死者が出なかった。ウェスカテ村に送った石膏から何か報告は。それがウェスカテは全滅とのことです。なんということだ。モンスターたちが村を襲ったということは、近くにそれを先導した者がいるはず。探し出すのだ。はこれがゴーマ説。世界そのものが大きな悪意に。あいつが。君たちはこの村の住民か。俺はそうです。この二人はウェスカテ村から。そうか。私はリグランド赤竜騎士団第三連隊隊長。ロッセの村民は皆無事だ。今はひとまず安全な。ウェスカテは間に合わず無念だ。ロッセも村への被害は抑えきれなかった。復興にはしばらく時間がかかってしまうかもしれない。ロッセとウェスカテが同時に襲われるなんて。これじゃまるで。そうだ。これらはゴーマ説の影響だ。そんなゴーマ説は100年周期で、前期も18年前に終わったはず。ゴーマ説。隊長。どうした？アラテです。女の魔族。我らの手にはアルフレッド。赤竜騎士団ですか。姉さん。間違いない。私たちの村を襲った貴様がみんなを殺す。何も。偉大なるゴーマ皇帝より英語を授かりし、ゴーマ将が一人。ジャガイの未亡ねと申しますが。不死身と言われる魔族の将。ゴーマ説に現れモンスターを操るというが。実験隊たち。いえ、ま、そちらは後で探すとして。やめ。あらあら、元気な被験体ですこと。でも嘘だろ。不死の力。前ティオに。前の村で試した薬の匂いがしますわね。
かしどうやって私の結界を。興味いいでしょう。あなたたち兄弟は特別入念に薬のと。みんなが何もできないまま。でもこのまま。そう、目を。そうだ、その瞬間俺は。そうだ、目を開くんだ。許され。さあ、タケキ赤よ。ユレさん。炎、赤い輝き、あのこの圧力、フィンの瞳が。俺に力を。覚えて嫌がれです。俺たちの勝利だ。全部が人の上位存在である。ゴーマの将を退けた。待て、未亡ね。赤の紋章。魔を退け、邪悪を払う赤き紋章。ただの伝説だと思っていたが。